宮本武蔵。宮本武蔵は、江戸時代初期の剣術家、兵法家、芸術家。二等を用いる二点一流秒法の開祖。京都の兵法家、吉岡一門との戦いや岩流島での佐々木、小次郎との決闘が、構成、演劇、小説、様々な映像作品の題材になっている。著書、逸話書は、外国語にも翻訳され、出版されている。 国の重要文化財に指定された、渦、古木なるもずず、勾配はとずをはじめ、正面だるまず、露洋だるまず、ロガン図屏風、ヤバズなど、水木画、蔵、木刀などの工芸品が各地の美術館に収蔵されている。本生は、藤原氏、名字は宮本、または新面。要名は、弁助、弁之助、通称、百官名は武蔵、意味名は。 春の部である。郷は二点、また二点と楽。著書、逸話書の中では、新面武蔵守、藤原原原と名乗っている。熊本市湯気の母妃は、新面武蔵小事、養子、宮本伊織が武蔵の守後九年目の女王三年、1654年に建てた、新面武蔵原神二天小事妃、以下、小倉妃文には、晩州赤松抜流、 新面武蔵原神に転居とある。武蔵氏後71年目の本朝武芸正殿1716年で生命なる名が紹介された。これを引用した経図や伝記、武蔵供養等が広く紹介されたことから意味なお、生命とする武蔵の小説や紹介書が多数ある二天一流門邸や小倉宮本家の資料にこの生命は用いられていない。逆に、 私的信頼性が完全に否定された武蔵刑図等で積極的に用いられている。逸話書の冒頭にある記述、年積もり手六十に従えば、寛永二十年、1643年に、数江戸氏六十歳となり、少年は天正十二年、1584年となる。江戸後期にまとめられた小倉宮本家刑図、並びに、武蔵を、 宮本市歴代年譜の筆頭に置く、宮本市政党記には、天正十年、1582年に生まれ、昭法二年、1645年、去年六十四、で没したと記されている。逸話書に、昭国張馬の記載があり、養子、いおが混流した、小倉碑文、江戸中期の知史、張馬館や、白神社村札、兵庫県加古川木村等の記載による、 はりませい兵庫県高砂姉妹町と江戸時代後期の地市、東作市の美まさか国宮本村で生まれたという記載による美まさかせいがある。美まさかせいは吉川英治の小説、宮本武蔵などに採用されたため広く知られ、岡山県及び美まさか市、旧大原町などは宮本武蔵生誕地として観光開発を行っている。 父は、赤松氏の支流、新面氏の一族、新面無二とされているが、遺説もある。小倉宮本慶図には、武蔵の養子、伊織の祖父で、別所氏の家臣、田原家庭を実父とし、武蔵はその次男であるとされているが、伊織自身による白人じゃ名札や、小倉秘文にはそのことは、記されていない。また、武蔵や伊織に関する多くの記事を載せている江戸中期に、 平野伊佐治が作成した知事、張間間にも武蔵が田原家の出であるとは全く触れられていない。逸話書には13歳で初めて新刀流の有馬、騎兵と決闘し勝利し、16歳で田島国の秋山という強力の標本者に勝利し、以来29歳までに64回の勝負を行い、全てに勝利したと記述される。慶長五年。 1600年の関ヶ原の戦いでは、父の新面武にが、関ヶ原の戦い以前に、東軍の黒だけに主観していたことを証明する、黒だけの文書が存在することから、父と共に当時部全国を領主していた、黒が上水に従い東軍として、九州で戦った可能性が高い。逸話書には21歳の頃に、京都で天下の標本者、 吉岡一門と考えられると数度戦ったが全てに勝利した旨の記述がある。この内容は吉川英治、宮本武蔵をはじめ多くの著名な文芸作品の題とされている。武蔵が行った勝負の中で最も広く知られているものは俗に元流島の決闘と言われるものである。これは、慶長年間に武前小倉半寮、現在は、 山口県下関市域の船島、岩流島で、岩流なる標本者と戦ったとされるものである。この内容は、江戸時代より現代に至るまで、芝居、浄瑠璃、浮世絵、小説、映像作品など様々な大衆文芸作品の題材となっている。大阪の陣では、水野勝成の格証として徳川方に参陣し、勝成の着手、勝茂付で活躍したことが、 数々の資料から裏付けられている。その後、姫路藩主、本田忠時と交流を持ちながら活動。明石では、町割、都市計画を行い、姫路、明石等の城や、寺院の策定、本生寺、円住院、雲原寺を行っている。この時期、神道無双流海祖、無双ゴン助と明石で試合を行ったことが伝えられている。現那のはじめの頃、 水野家臣、中川島助の三男、三木幸助を養子とし、姫路藩主、本田忠時に出資させる。官営元年、1624年、終わり国に立ち寄った際、延命流を指導する。その後も終わり藩が老、寺尾直政の養精に、弟子の竹村与右衛門を推薦し、終わり藩に、延命流が伝えられる。以後、終わり藩及び、近隣のみの高瀬藩には、 複数派の延命流が交流する。寛永三年、1626年、針間の地侍、田原久光の次男、伊織を新たに養子とし、宮本伊織定治として、明石藩主、小笠原忠実に出資させる。寛永期、吉原遊郭海祖、正治神右衛門が記した、聖老年歴校に、寛永十五年、1638年の島原の、乱へ、 武蔵が出陣する際の物語が語られ、直前まで江戸に滞在していたことが伝えられている。同様の内容は、正寺道女、西夏富が、教皇五年、1720年に記した、ホラボー五園にもあり、吉原名主の並木現在門、山田三之城が、宮本武蔵の弟子であった旨が記されている。 これらの資料に書かれた内容は、劉慶一郎などの文芸作品の題材となっている。島原の乱では、小倉藩主となっていた、小笠原忠実に従いよりも出陣、武蔵も忠実のおいである、中津藩主、小笠原長次の後見として出陣している。乱後に、延岡藩主の有馬直澄に宛てた、武蔵の書状に、一騎軍の投石によって負傷したことを伝えている。また、 小倉滞在中に忠実の命で、宝蔵院流僧術の高田又兵衛と試合したことが伝えられている。官営17年、1640年熊本藩主、細川忠だに客分として招かれ、熊本に移る。7人、口十18国に合力米300国が支給され、熊本上東部に隣接する千葉城に屋敷が与えられ、 高狩りが許されるなど客分としては破格の待遇で迎えられる。同じく客分の足利義る維持、足利道館と共に、忠都に従い、山が温泉に招かれるなどおもんじられている。翌年に、忠都が休止した後も二代藩主、細川三津直によりこれまでと同じように毎年三百国の合力米が支給され、品格として処遇された。武光殿は、 武蔵忠し弟子であった、死水、山本言語財門の直話として、藩士がこぞって武蔵門下に入ったことを伝えている。この頃よかに制作した画や工芸などの作品が今に伝えられている。寛永20年、百6 4 3年、熊本市近郊の近方山にある岩と、霊岩道で逸話書の執筆を始める。また、亡くなる、数日前には、 自聖書とも称される、独行道とともに、逸話書を、標本の弟子、寺孫の城に与えている。昭法2年5月19日、1645年6月13日、千葉城の屋敷で亡くなる。去年62、墓は、熊本県熊本市北区立田町湯下の、武蔵塚公園内にある通称、武蔵塚。福岡県北九州市小倉北区赤坂の、 たむ山には、養子よりによる、武蔵関係最古の記録の一つである、新面武蔵原神二点古事費、通称、小倉碑文がある。武蔵の標法は、はじめ延命流と称したが、逸話書では、二刀一流、または二点一流の二つの名称が用いられ、最終的には二点一流となったものと思われる。後世では、武蔵流刀の名称も用いられている。 熊本時代の弟子に、寺尾孫史久米之助兄弟がおり、熊本藩で、二天一流病法を流星させた。また、孫の城の弟子の一人、柴つとむ三左衛門は、福岡藩黒だけに、二天一流を伝えている。逸話書には、二十一歳にして戸へ上り、天下の標本者に、阿比数度の勝負を決しとい、へども、勝利を得ざるということなしと記述される。この、 天下の標報者は、小倉秘文に記された、不相第一の平日、吉岡すなわち、吉岡家と考えられる。決闘の経緯は、小倉秘文の記録を要約すると、以下の通りとなる。小倉秘文などの記録は、他の資料と比べて、事実五人や武蔵明のための客色も多く見られる。吉岡家の記述に限定すれば、武蔵に乾杯し引退した、聖十郎、死亡した、 伝七郎、落外下松の事件の記録は他の資料になく創作の可能性がある。また、表情急戦、刀、槍、薙刀などの武具と弓矢で武装した数百人の武人を相手に一人で勝利するなどの記述現実離れしている。同様に、新面胸と吉岡家との足利義明御前試合に関する逸話も他の資料になく因縁を足利将軍家と絡めて描くことで、 物語性を高めるための創作の可能性がある。福岡藩の二天一粒子藩、立花法金が、教法十二年、1727年に表した、武蔵の伝記、標法大祖武将元神高伝来にも、吉岡家との伝承が記されている。これを要約すると、以下の通り。この文書には、小倉碑文の全文が転記されており、碑文の内容をもとに伝承を追記し、 内容を発展させたものであると考えられる。細川家筆頭家老、松井氏の家臣で、二天一重師範、豊田清州が、法暦五年、1755年に完成させた、武光殿には、清州の父、豊田聖豪が集めた、武蔵の弟子たちが語った、生前の武蔵に関する伝聞が記載れている。これには、道知や角左衛門が、生前の武蔵からたびたび聞いた話として、 落外松でのの詳しい戦いい戦模様が記されている。これによると、この説は、武蔵がたびたび語ったものとして、当時の細川藩の二天一流の門庭館に伝えられていた伝文を記録したものである。武光伝の内容は、青州の子、豊田敬英によって、二天機に再編集者、明治42年。 1909年に、熊本の宮本武蔵遺跡検証会編さんによる、宮本武蔵、通称、検証会本で、未天気が原子量の一つとなりそのまま史実とされ、さらに、吉川英治が、小説、宮本武蔵で、検証会本の内容を用いたことから現代にも、広く知られるようになった。福住道友が、上映元年。 1684年に表した、吉岡伝いに武蔵と吉岡家の対決の遺説が記されている。この文書には、吉岡玄財門直綱、吉岡又一直重という二人の吉岡側の人物と、松平忠直の家臣で無敵流を合死に等の名手で、北陸大で有名であるとの肩書きの宮本武蔵が登場する。落外下松の下りは記されていない。 また試合内容が碑文と全く異なるため、名尾綱が清十郎で、直尾茂が電子治郎であると単純に対応付けすることはできない。要約すると以下の通り。これは宮本武蔵と吉岡家が試合をし引き分けたという内容の最初の資料である。ただし、吉岡伝いは、浅山三則、鹿島林祭という原資料不明の武芸者と同列に宮本武蔵が語られ、 前日のようにその方がはに等を使うことを除き、現実から乖離しており、創作の可能性がある。この資料は昭和になり芝良太郎が、小説、新説、宮本武蔵の題材にしたことから、武蔵側の記録に対する吉岡側の記録として、紹介される機会が多い。また、交換には、武蔵吉岡線を引き分けとする逸話が伝承されている。また、武光殿には、 未知や角材門の説話として、大太初の夜の席での雑談で、清水放棄から武蔵が先に、聖十郎から撃たれたという話があるが本当か、と武蔵が尋ねられ、武蔵が否定する話が記述されている。武光殿の話に従えば、晩年の武蔵は、弟子等に盛んに吉岡に勝利したことを語っていたが、武蔵の生前に交換に、吉岡が勝利したという遺説があったと考えることが、できる。 小倉比文や、兵法大祖武周辺信仰伝来、武功伝には、武蔵との戦いで、吉岡家が耐えたとあるが、吉岡家がその後も存続したことは、駿河古事録、等を、いくつかの資料からも推測できる。それらの資料によると、慶長19年、1614年に、金利での一般にも解放された、猿楽工業で、 吉岡聖治郎重方、憲法なる者が警護の者と異境を起こし、切り殺されという事件が起こり、これにより、平日吉岡家は滅んだとあり、武蔵線以降も吉岡家は存続している。本町武芸商店にも猿学工業の移設があり、事件を起こしたのは吉岡又三郎か根ふさであり、京都書次大板倉勝重は、事件の現場に吉岡一族の者が多くいたが、 騒ぎ立てず火星しなかったため、吉岡一族を不問にしたとある。この説を取るならば、武蔵船、猿学工業事件以降も、吉岡家は存続している。吉岡伝にも、同様の記録があり、吉岡誠二郎意見が事件を起こし、徳川家康の命により平絶指南は禁止されたが、吉岡一族の断絶は免れたとある。さらに翌年の大阪の陣で、 吉岡玄財門直綱、吉岡又一直重の兄弟が、豊臣側につき大阪城に籠城、落城と共に、京都の西の遠いにへ戻り染め物を家業とすることになったとあり、この説でも武蔵船、猿学工業事件以降も、吉岡家は存続している。武蔵が行った試合の中で最も広く知られているものは、俗に岩尾竜島の決闘と言われるものである。これは、 慶長年間に当時無前小倉半寮であった船島で元流なる標本者と戦ったとされるものである。試合の行われた時期については諸説あり、定かではない。これらの説では武蔵が京に上り、吉岡道場と試合をする前の十代の頃に岩尾流島の試合が行われたこととなる。一方、熊本藩の二点一流に伝わる武蔵伝記、武光伝では試合は、 慶長17年、六6 1 2年とされる。同様に、熊本藩の二天一流に伝わる武蔵伝記、二天記では、慶長17年、六6 1 2年4月とされる。これらの説では武蔵が京に上った後、岩尾流島の試合が行われたことになる。また、二天記内に試合前日に記された、武蔵の書状とされる文章に4月12日と記されており、 ここから一般に認知され記念日ともなっている慶長17年4月13日説となったが、達説に比して信頼性が高いという根拠はない。この試合を記した最も古い資料である小倉秘文の内容を要約すると、とある。小倉秘文の次に古い記録は、試合当時に文字状態であった沼田園元関英元年1624年坊津の子孫が、 漢文十二年、1672年に編集し、近年再発見された、沼田焼がある。内容を現代語で要約すると、以下の通り、武蔵が送り届けられたのが、文語国のどこであったのかには、以下の説が挙げられる。様々な武芸者の逸話を収集した、本朝武芸商伝、1716年にも、岩尾流島決闘の伝説が記されており、 松平忠秀の家臣、中村守は、十郎衛門曰くと称して、沼田焼の傷つと、同様、単独徒党の岩尾流に対し武蔵側が、多くの仲間と共に、船島に渡っている様子が語られている。武将勘定期、1716年、熊沢阿波案では、武蔵は、細川忠利に使え景から小倉へ赴く途中、佐々木岩流から挑戦を受けたので、 船島での試合を訳し、武蔵は回を削った二尺五寸と一尺八寸の二本の木刀で、騎士流は三尺余りの太刀で戦って武蔵が勝ったとしている。江戸時代の地理学者、古川小松健が日天記と、ほぼ同時代の天明三年、1783年に、最優雑記という九州の気候文を記した。ここに、 当時の下関で聞いたという岩尾流島決闘に関する民間伝承が記録されている。あくまでも試合から100年以上経った時代の民間伝承の記録であり、資料としての信頼性は低いが、近年再発見された沼田焼の記述に類似している。内容を現代語分けすると以下の通りである。武光伝には岩尾竜島での勝負が衝述されている。これによるとこの話は、 武蔵の養子、伊織の出自が土壌鳥のわらべであったという話とともに、戦いの時に武蔵が島に渡る時の船の漕ぎ手であったとする、小倉商人の村やカンパーロ療なる人物が、聖徳2年、1712年に語ったものと記されている。武光伝で、慶長17年、1612年に行われたと、サレル岩竜との戦いでこぎ手だったものが100年後に、 聖州の祖父の豊田聖郷に語った話とされている。仮に、この勝負の内容が事実であれば、細川家でこれだけの事件が起こったにもかかわらず、それについての記述が、武光殿の編集当時に、細川家中や聖郷、聖州の使える松屋中にな、犯外の怪しげな人物からの伝聞しかなかったことになる。また、前日の沼田焼の内容とも大きく異なっている。 武光殿では、武蔵の弟子たちが語ったとされる、晩年の武蔵の逸話が多く記載されているが、岩竜との勝負については、村屋関八郎の話以外、弟子からの逸話はなく、松池家臣の田中左太夫が、幼少の頃の記憶として、松井沖永に小次郎との試合を願い出た武蔵が、五家老中寄り合いでの決定を知らず、下関に渡り、勝負の後に沖永に賞を立てまったという、 短い話のみ記載されているのみである。これは、晩年の武蔵がたびたび、吉岡との勝負を語っていたという逸話と対照的であり、逸話書に岩流との勝負についての記述が全くない。事実を考えると、晩年の武蔵は、船島での岩との勝負について自ら語ることが、ほとんどなかったと推測することができる。本庁武芸商伝。 1716年、兵法大祖母周辺進行、伝来、1727年、武光伝、1755年に完成等によって成長していった岩流の羊や試合の内容は、武光伝を再編集した二天記、1776年によって、岩流の詳しい羊や氏名を、佐々木小次郎としたこと、武蔵の手紙、 慶長17年4月13日に試合が行われたこと、午前試合としての詳細な試合内容など、多くの指摘価値が疑わしい内容によって、衝突された。二転機が衝突した岩竜との試合内容は、明治42年、1909年熊本の宮本武蔵遺跡検証会編纂によ、宮本武蔵で原子量の一つとなりそのまま史実とされ、さらに、吉川英治が、 小説、宮本武蔵でその内容を用いたことから広く知られるようになった。また、様々な文書で官流を指し、佐々木と呼称するようになるのは、原文2年、1737年岩尾流島、血統伝説をベースとした、藤川文三郎作の歌舞伎、片打内、岩尾流島が大阪で上演されて以降である。この作品ではそれぞれに、月本武倉之助、 佐々木岩尾流という役名が付けられ、親を殺された竹倉之助が岩尾流に復讐するという筋立てが付けられている。資料を比較すると記述に以下のような差異が認められる。武蔵にゆかりのある土地、武道の場などで語られることがあるが、明確な根拠や史実を記したとされる資料に基づくものではない。武蔵没後21年後の漢文6年。 1666年に書かれた会場物語に武蔵が絵を描く話がすでに記されている。また、武功殿には竹兵平を完成して中略連があるいは書が詳細苦闘をして実月を過ごす、ゆえに武功作の暗い要求木刀連が書が数たありと書かれている。現在残る作品の大部分は晩年の作と考えられ、熊本での作品は 細川家画廊で八代上主であった松池や、晩年の武蔵の世話をした寺岡目之助信仰の寺家を中心に残されたものが所有者を変えながら現在まで伝えられている。水墨画については二点の豪を用いたものが多い。筆致、画風や画院、署名等で心眼に対する研究もなされているが、明確な結論は出されていない。主要な画として、渦、 正面だるまず、面壁だるまず、モンハラホテイズ、アシガンズ、以上衛星文庫像、足シハダルマズ、ヤバ以上松井文庫像、小木なるもずず、泉しく母荘記念美術館、周もしく優雅もず、ホテ図、ズ、以上岡山県立美術館像、ホテ関東系図、福岡市美術館像などがある。書としては、長岡沖長宛書場。 八代市立博物館像、有馬直澄宛書上、吉川英治記念館像、独行堂、熊本県立美術館像、千木松井文庫像が、新作と認められている。伝来が確かな、武蔵作の工芸品としては、黒売るし塗りの、倉、船島での戦いに用いた木刀を模したとされる、木刀一振り、二天一流芸妓用の大小一組の、木刀が、 松池に残されている。また、武蔵作とされるナマコ統つばが、島田美術館等に、いくつか残されているが、武蔵の廃刀法器やスツナに付けられていたとされる、寺桶に伝来していた、祖道制の、ナマコ統つば、個人像が、熊本県文化に指定されている。二天気には、大和国、奈良の宝蔵院流僧術の使い手奥く院に英。 伊賀国の鎖鎌の使い手しし土坊、江戸の野牛神影流の大瀬と隼人と,と辻風、様之助等との試合を記しているが、日天気の原資料である武光殿に記載がなく、また、他に、それを裏付ける資料がないことから指摘事実ではないと考えられている。兵法大祖武周辺信仰伝来によると、武蔵の身長は六尺。 約180センチメートルほどであったと記されている。細川家画廊で後に八代城主になった松井織幸の依頼により岩流島の試合で使用した木刀を模したと伝えられる武蔵自作の木刀が現在も残っている。ちなみに、熊本県は昭和59年、1984年にテレビドラマ、宮本武蔵の放送を記念し、この木刀の複製を販売した。 渡辺美雪庵の対話集、渡辺美雪庵対話の放映六年九月十日の対話によると、竹村武蔵というものあり。事故に、鶴技術を連磨して名人なり。田島に倉え騒動手、派、後にて運派生目も、武蔵づよし。しかるに第一の傷あり。戦足行髄を嫌いて、一生目浴することなし。外へ果たしにてで、 よこれ将来は背を拭えせおけなり、男いるよこれさるゆえ、その色目を隠すために、天狗折り両面の衣服を着、男歴歴にうとして、付巾つけ。とありここから、宮本武蔵が一生風呂に入らなかったと言われる。ただし、渡辺美幸安対話の内容には、当時の世相に反する記述も多いため、実際に、公安が語ったものかを疑問視する意見もある。詳細は、 渡辺美幸案を参照。元流島の戦いなど、武蔵に関わる物語は、江戸時代から脚色されて、歌舞伎、浄瑠璃、講談などの題材にされ、吉川英二が1930年代に、朝日新聞に連載した小説、宮本武蔵によって、最強の青年剣士部のイメージが一般に広く定着した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。